ふたしちゃろう。どうも、東京出身の飼育員斉藤です。ということで、今日は心霊映画レビューのコーナーでございます。本日するレビューする映画はこちら。犬鳴村という映画についてレビューしたいと思います。ちょっと公開年数は前なんですけれども、なぜ今このタイミングかというと、実は Amazon プライムの方で見れるようになったんですね。で、まあ結構気軽に皆さん見れるようになったところで、ちょっと怖いのかな、どうなのかな、一体どんな内容の映画なのかなっていうところ、結構僕個人としてはおすすめなんですけれども、実は万人受けする映画ではないだろうなっていうふうなこともまあよくわかっているので、その辺についても軽く説明できればいいなと思うので、ぜひぜひ最後までこの動画ご覧ください。それで行ってみましょう。レッツゴー。ということで、犬鳴村についてお話ししたいと思います。まあこちらの映画、ざっくりとあらすじを言いますと、主人公の女の子である、まあ心理カウンセラーの女の子なのかな、まあ臨床心理士なのかな、あの女の子はまあ霊感がありまして、でその霊感のある女の子が見ていた子供がちょっと奇妙なことを言い始める。で、身の回りでその子が通じて出会った幽霊、そして兄弟、いろんなところが犬鳴村という一箇所の村につながっていく。そうすると、実はその犬鳴村と自分の家、家族、兄弟はものすごい深い関係性があった。ああ、だからここに巻き込まれていたんだ。果たして自分の兄弟たちを助けることはできるのか。そしてこの子はこの犬鳴村の呪縛から逃れることができるのか。というのがこの内容の主なメインストーリーになってるんですけれども、こちらの映画ですね、まあ、ざっくりホラーとしての要素を言いますと、冒頭10分間ぐらいで結構駆け足でダダダダダダダーっと、ホラー映画の全ての J ホラーの要素をバンと詰め込んでるんですね。まあ J ホラーの要素、粉化理論というね、まあリングとか呪音とかでいろいろ打ち崩されては新しく構築されっていうような、日本の J ホラーの要素っていうのを最初の方でダダダダダと済ませるんですよ。でその後は結構斬新な手法をやっていくんですね。まあ呪音で有名な清水崇監督なんで、新しい技法でお化けをどんどん怖がらせようっていうのが、根っこにある人ですから、だからこそどんどん見え方が面白い、新しいっていうホラー表現をしていくところが、まあちょっとホラー弱者の人は、え、なんか思ってたホラーと違うんだけどってなるけれども、ホラーの強者の人たちはすごい新しいことやってるなっていう風になるんですね。で、一番怖いところっていうのは、清水崇監督本人も言ってるんですけれども、実は心霊スポットとかであった悲惨な出来事、事件、事故、これらが自分の家族、血縁と繋がっていたら怖くないかというところを結構フューチャーして、まあやってみたいなということだったらしいんですよ。実は自分の、祖父母とかおじいちゃんおばあちゃんの代が心霊スポットの曰くの大昔にこんなことあったらしいよっていう事件事故に繋がっていた、しかも恨まれるべき存在だったってなった時に、なんだたかだかお化けじゃん、心霊現象、都市伝説でしょっていうような笑い事で済ませることができますか。そして済ませれませんってなった時に、あなたはしっかりとじゃあそれと向き合うことができますかっていう、心霊スポットとか事件事故っていうのは決して他人事ではないんだよっていうところをすごくすごく深く突き刺してくれて、終わった時には、あの都市伝説とかあの事件とか心霊とかっていうのがすごく自分の近い距離感、隣り合わせに感じるようになるっていう恐怖感が心理的に発生するんですね。まあそこまでちょっと深く読み取るっていうところまでいかずに、一体何を見せられてしまったんだろうで終わっちゃう人も結構いるんですよ。っていうのがね、最後に出てくる、まあちょっとネタバレになっちゃうんで気をつけてほしいんですけど、まあ女性がいるんですよ、女性の幽霊がね。でその女性の幽霊幽霊の見た目っていうものが、まあ、ちょっとね、化け物じみてるというか、あまりにもキッチュな見た目をしているため、なんじゃこりゃみたいな状態な精神状態になっちゃう人が結構多くって、だからネットだとちょっと酷評の人が多いんですよ。でもね、それにもすごく深く理由があるし、なぜ女の人はこういう見た目になってしまったのか、そしてこの女の人の見た目がこうである理由っていうのは、その村の中での立ち位置がこの辺の立ち位置の人だから、きっとこういうルックスの化け物になってしまったんだ。だとしたら主人公の女の子がエンディングでそういう風なことになるっていうのには、やっぱここつながりがあるよね、最初から縁があったんだ。じゃあこの主人公の女の子っていつからそのことに気がついてたんだろうっていう恐怖とかが駆られてくるので、加害者被害者っていう構造が、幽霊が被害者なんですよ、もともとっていうのは。幽霊側は亡くなってしまった犬鳴村の人たちっていうのは被害者なんだけれども、その後生き残っている人たちっていうのは今は加害者なのか、
分かってて今生きている人たちっていうのを殺してるのか。当たり前なんですが、犬鳴村というお話は犬鳴村という昔存在していた町、そこで亡くなってしまった人たちっていう幽霊に生きている人たちがどん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 取り殺されていってしまうという話なので、まあ生きている側からすると幽霊っていうのは悪なんですよ。もちろんですけどね、幽霊っていうのはなんだこいつらっていうことで結構悪な存在でふざけるなーっていうふうに思って、その幽霊の過去を探り立ち向かっていくという、まあ王道ストーリーではあるんですけれども、じゃあ主人公の女の子っていうのは、その最初言った通り肉体的血のつながりがあった時に、そして幽霊側になった人たちと同じ立場になっている生きている人間だった場合、この子っていうのは誰から見た時の加害者になるのかな、誰から見た時の被害者になるのかな、これからっていう、幽霊をまあ非常に人間として描いていて、そしてつながりがあってっていう、決して幽霊が怖いというだけではない、人間というのも怖い、そもそも幽霊が怖いのは人間が怖いからなんだ、ここはつながっているんだ、じゃああなたの真横にいる人っていうのは我々が怖いと思っている幽霊と同じ存在だとしてもおかしくはないよねっていうようなところまで読み取れたりするので、結構面白い映画であるというふうにも思いますし、そして何よりすごく僕ね見ていて、えってみんながなると思うんですけれども、あれここすごく面白いじゃんと思うシーンがあるんですよ。ここから結構エンディングのネタバレになるので、まあ見てからちょっと見てほしいんですけれども、映画をね見てからこの動画見てほしいんですけれども、最後の方にですね、主人公ご一行はですね、犬鳴村のトンネルのバッて向こう側に行くとタイムスリップするんですよ。過去にまだ犬鳴村が存在していた時代、ダムの下に沈む前の時代にタイムスリップするんですね。完全に昔に戻ってしまう。これ何が言いたいのかというと、過去にものすごい大量の人が同時に亡くなってしまっていた場合、その人たちはそこで時間が止まるわけですね。で、その中にはもう誰も生きている人たちは立ち入らない、入らない、つまり生の力というものがなくなって、死の力、死の怨念だけが残っているというのは時が止まるっていう演出だと思うんですよ。僕のチャンネルで何度も言ってる通り、幽霊というのは過去の存在、未来に脳が進むことはない、時間がもう二度と前に進むことはないというふうなことを踏まえて考えると、その人たちっていうのはもうすでに過去の存在だから、その時の時代の中にもう取り残されてしまう。そこに数少ない生者がポンと入ったところで、死の人間たちの止まった時間のエネルギーの強さみたいなのが強すぎるから、もう二度と時間が前に進むことがないから時間が戻ってしまった。厳密に言うと完全に過去にタイムスリップしたというよりは、その人たちの過去に囚われた時間の中に入ってしまったっていうようなのが確かな捉え方なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ確かにね、エンディングで抱っこしてる子供っていうのをおばあちゃんのところに連れて行ってしまったっていうのもあるから、いやいやちゃんと時間が戻ってるんじゃないっていうふうに捉えることもできるんだけれども、それはまあお導きというか、むしろね、結果的には幽霊側、犬鳴村の人たちの思惑というか、自分たちの血を残すことにつながっているから、やはり犬鳴村の亡くなった人たちの思惑通りに行ってるんじゃないか、死の時間に囚われた人たちのところに聖者が行ってしまうと数の理論で負けてしまった場合、生きている側でさえ自分の時間が止まることがある、そして過去に戻ってしまうことがある。これは実際に過去に戻るってことはないと思いますよ。だけれども精神的に、そして考えが全て過去に戻ってしまうってことはあるのかなと思うと、やはり大量の死、人の死、そして残虐であるというところに入り込むっていうのはものすごく危険なことなんだなっていうのも改めて思ったので、ちょっとこの犬鳴村という映画、多面的に結構心霊を捉えられていて、すごく面白い映画なんじゃないかなと思うので、 Amazon プライムですぐ見れます。ぜひぜひ見てみてはいかがでしょうかというお話でございました。いかがでしたでしょうか。まあ僕個人的にはね、犬鳴村当時同期の芸人のチャンネルでちょっと見てね、その後すぐレビューするっていうのもやったりしたんですけど、個人的にはね結構面白かったですよ。デートムービーではないんですけど、要は彼女やね好きな女の子とかと見に行ってキャーってなって、ちょっと怖いっていう風になるっていう映画ではあんまりないんですよね。だからそういうところを期待していくと肩透かしを食らうかもしれないんだけれども、でも一本の映画として、一本筋が通っている幽霊を人間と捉えたヒューマンドラマとして見ていくと、あ、これ結構面白い、なんか着目すべきところが多い映画なんじゃないかなというふうに思って、まあ J ホラーを一個打ち崩していくような感じっていうのは、その姿勢というのが僕個人的にはとても好みでした。なんかちょっと上から目線みたいになっちゃってごめんなさい。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんもね、過去にとらわれることなく未来を前進していきながら、これからも素敵な生き量ライフをお過ごしください。またお会いしましょう。バイバイ。